恵比寿町駅は、半海電気軌道、大阪市高速電気軌道の駅。半海の駅は、大阪府大阪市何枠、恵比寿西一丁目、大阪市高速電気軌道の駅は、同区日本橋五丁目にある、単式ホーム一面一線の地上駅。バリアフリーに対応している。2020年1月31日までは、串型三面二線ホームで、かつては、券売機と改札口を備えていた。 一番線乗車ホームの裏手にもう一本線路があり、1980年に廃止された平野線の発着線となっていた。また、駅南方に五両ほど収容できる留置線もあった。これらは現在、駐車場などに転用されている。また、以前の臨時改札口が二番線公車ホームに残されていた。2019年8月頃に二番線の使用が中止され、 同年9月には2番線に侵入する分岐器が撤去され列車の発着も不可能になっていた。2020年2月1日始発よりホームが100メートル南に移設され、同時に福駅名、通天閣前の使用が開始された。乗り場島式一面2000ホームの地下駅。改札口は南北1カ所ずつ。電電タウンへは北改札、半海線乗り換えや、 通天閣、大阪市天王寺動物園新世界ゲートへは、南改札の方が便利である。日本橋駅寄りのホームにはホーム会と北改札街を結ぶエレベーターがある。また、北改札街と地上階を結ぶエレベーターもある。動物園前駅寄りのホームには、南改札街へのエスカレーターがあり、南改札街と地上階を結ぶエレベーターがある。柱に設置されている。 駅名サインは、エビス町となっている。出入り口と、軌道壁面設置の駅名サインはの表示はない。車内放送においては、半回線への乗り換え案内は、天下茶屋駅列車のみで行われている。当駅は、堺井筋、本町管区駅に所属しており、長堀橋駅の非管理駅である。乗り場近年の特定日における1日乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。 大阪市 A バスの地下鉄恵比寿町停留所があり、何はループが停車していたが、2013年3月31日をもって廃止された。ありがとうございます。